それでは定刻となりましたので、ただいまから第3回教育行政在り方検討会を開会いたします。 委員の皆様にはお忙しいところまたお足元の悪い中ご出席をいただきまして誠にありがとうございます本委員会につきましては情報提供の推進に関する要項の規定に基づき公開をいたしますまた会議録につきましても委員の皆様に内容をご確認いただいた後に公開をいたしますのであらかじめご了承をお願いいたします 続きまして、本日の検討,委員会検討会委員の出席者でございますが、ニークラ委員が所要により欠席をされ、8名のご参加をいただいております。また、県民オブザーバーの皆様につきましては、7名の方にご参加をいただいておりますよろししくお願いいをたします。 最後に教育委員会からのご出席者でございますが本日は高橋委員長、安倍教育長をはじめまして所要によりご,ご欠席のサイ藤委員を除く教育委員の5人の皆様にご出席をいただいておりますどうぞよろししくお願いいたします。 えー、教育委員会事務局の職員のご紹介につきましては配布資料に記載してございます出席者名簿を持って返させていただきますそれではこれより本日の検討に入りますが以降の進行につきましては沖木町にお任せをいたします沖木町よろしくお願いいたします沖でございますそれでは初めにこれまで本検討会が行ってきました検討の経緯か と本日のの検討事項について私の方からご説明申し上げますなお、会議は皆さん方すべて座ってご,説明をお願いご意見を陳述していただけるか、あるいはご説明をお願いします、なお、事務局の方におかれましては、誠に恐縮でございますが、立ってご説明をいただければ、非常にありがたいので、よろしくお願い申し上げます。 それでは本日の検討資料、この資料でございますが、お分けいただけますでしょうか、1ページをお開きください。6月の第1回では、本県教育行政の現状確認と課題の洗い出しを行い、9月の第2回では、教育行政のあるべき姿や改善の方向性を議論いたしました。 またこれまで2回の勉強会を開催いたしまして、教育委員会の皆様方、えー、事務局の方々との意見交換なども行ってきたところであります。本日、第3回の検討事項でありますが、まず第2回に引き続いて2つの検討事項、教育現場への支援、それから教育委員会事務局の組織体制、教育長の人材像について、 あるべき姿や改善の方向性を議論いたしますこの内容について入っていきたいと思いますが今日全体の取り進め方について一言申し上げたいと思いますこれまで長く時間が経過しておりますで 特にあの1回、2回ともですね30分、小1時間ぐらい長くなってますので、今日は最初から3時間というふうに伸ばしていただきました。えー、他方、まだ残余の問題の整理もですね少し時間がかかろうかと思いますので、県の方々とご相談を申し上げまして、当初3回で終わりにしようというふうなことでございましたが、 4回を開催するというふうなこと4回目を開催するというふうな形で考えておりまして今日最後の小1時間を使って で、とりあえずこれまでの取りまとめの状況についての審議を深めていきたいと思いますで残業の問題というか今日あったような議論も踏まえて最終的な報告を作りたいと思いますただし最終報告を作る過程で今日の議論などをもとにです、ね、中間取りまとめを整理をさせていただきたいと考えておりますそれと今日の審議の時間の状況でございますが あの最初のこの事案につきましてはですねまず二時間を使ってぶっ通していきたいと思ってますその上で十、えー、分余り休憩時間を取りたいと思います、えー、最初の事案に入ってまいります、えー、それでは早速ですが検討テーマ実効性のある学校経営の仕組みと教育現場への支援について検討事項一 教育現場への支援について、事務局から説明を求めます。それでは、あの、ご説明を申し上げます。え、資料のですね、二ページをお開きください。 検討項目1教育現場への支援についいてでございますでまずです、ね、現状括弧1のあといたしまして、教育委員会と学校の関係を県立学校と島町立の学校に分けて記載をしております。地協業法の第19条では、都道府県教育委員会のほか、市町村の教育委員会に指導主事など、所要の職員を置くと規定をされております。 また第48条におきましては都道府県教育委員会が市町村に対して行う必要な指導助言または援助の例示として指導手術等を派遣するということが挙げられております3ページをご覧ください E の市町,村市町立学校の支援のうち各校後いたしまして県の教育委員会が市町立学校を訪問して行う支援を目的および実施主体を分けて記載をしておりますで教育課程や学校の指導など に関することにつきましては掛川市にある総合教育センターと本町の学校教育課がをやっておりまして学校の管理ですとか人事等に関することについては教育事務所が行っているとこういう役割分担の上で行われておりますなお、このうち総合教育センターが行う養成訪問、一番上の丸ですねそれから次の事業支援訪問については政令市のほかに沼津、富士、富士宮の3市が対象外というふうになっております。 で4ページをお開きください、各個 E は総合教育センターに置かれている指導指示の学校訪問の状況についてです、括弧 U は、えー、総合教育センターの組織体制を、えー、記入をしてございます、であの右下のところに小さく書いてございますが、静岡駐在、沼津駐在という職員も置かれておりますので、その職員を含めて、えー、総合教育センターの組織全体を記載をしているということでございます。それから5ページをご覧ください,、えーかっこい,い は県内の2カ所沼津市にある生徒教育事務所とそれから総合教育センターと同じく掛川市にあります生成教育事務所の組織体制を記載をしてございますで、括弧でございますが市町村教育委員会に配置されている指導主事の人数を人口規模別に表した統計調査の結果となっておりますで、めくっていただいて6ページをご覧ください。 うといたしまして、県立学校への支援の状況をまとめてございます、括弧はが総合教育センターによる、えー、県立学校訪問の状況、括弧いは県立学校から相談や報告がされた件数の内訳となっております、それから7ページの括弧につきましては、えー、事務局が行っている県立学校のマネジメントに関する支援の状況でございます。で8ページをお開きください 絵にには教職員への研修についいてて記載をしてございますそれから9ページ、かっこ2でございますが、第1回の検討会および勉強会の発言用紙が記載用紙でございます、かっこ3でございますが、ここでの論点について記載をしています。論点は、市長立中小中学校への指導および支援について、県教育委員会と市長教育委員会はどのような役割分担、体制の下で行うべきかと。 もう一点教育委員会が教育現場の課題を顕在化させ有効な対策を講ずるために必要な方策とはの2点でございますよろしくお願いいたしますありがとうございましたそれでは今の事務局の説明について論点の1つ目新町市長立学校への指導支援について議論したいと思います本日残念ながら ニークラインがご欠席でございますけれども書面で意見を頂戴しておりますその内容について事務局から読み上げていただきます それでは引き続きまして、ニークラインの意見をご紹介を申し上げます。検討事項の1の教育現場への支援関係といたしまして、市町村立の小中学校への指導および支援のうち、市町村教委と県教委における役割分担や体制に関して、まず市町村は市町村立小中学校の設置者として、学校の管理運営を行う上で、相応の 責任を有しており自立した学校指導体制の構築もその一つではないかと考えます第二回の検討会では市町村の指導主事体制が不十分なため県が指導主事を派遣しているとの説明がありましたが学校ごとに年1回程度の派遣では十分な支援,支援体制とはなっていないと感じます市町村立の小中学校への指導及び支援は 県により広く薄く行われるものから設置主体である市町村の責任と主体性のもとより緊密で充実したものへ転換することが求められていると思いますそこで市町村で自立した学校指導を行うためには要となる指導主事の配置が必要であることから県は県内市町村において十分な配置がなされているかどうかを検証すべきです場合によっては県は市町村に対し必要な指導主事の配置について指導することも必要ではないでしょうかこうした中で県の役割は市町村における学校指導の専門性 工場への支援にに軸足を移すすこととなると考えられますその際は、県に市町村支援に特化した部署を設置し、市町村の自立した学校指導体制の構築を強力に後,後,後押しされてはいかがでしょうか、なお、独自に必要な指導手術を配置することが困難な小規模自治体に対しては、自立するまでの間、何らかの支援を継続することも、検討の訴状に挙げる必要があると考えますありがとうございました。 今日はこの議論をまず14時10分まで、長くとも14時10分までで打ち止めにしたいと思います。議論の前に私の方から一点伺わせていただきます。この資料3ページを見ますと、行政訪問と事業支援訪問の対象校から、政令市のほか、沼津市、富士市、富士宮市の3市が外れております。 なぜ支援の対象の外にあるのかご説明をいただきますでしょうか。はい、教育政策課長の吉沢です。私の方から説明をさせていただきます。本県では市長の合併がいやまた広域連合の進展というのが進んでおりまして、またその中で市長教育委員会の自立 また段階的に市長がです、ね、個別のニーズに応じた訪問に切り替えていくことが必要であろうと,ということからある程度の中核市というのは今、種族はないんですけどもそれに準ずるような市長の教育委員会と協議をさせていただいて自立をで,できるところについては自前で一部研修を行っていくと。 その代わりということではないんですが、小規模な市長を中心とした地域支援機能に、県の方の訪問を移していきたいということで協議をさせていただいて、合意を得たところがこの3紙であります以上でありますありがとうございました。それではご意見がある方挙手をお願いいたしますどうぞ石寺、えー このあの新倉さんのあの文書にもありますように、えー、あるいはこの資料で見ましてもですね、えー、学校のまあ百パーセント要するに一回訪問しているということになりますよね。で結局それで、えー、訪問、えー、主事が訪問するだけでその。 指導ができるのかかどうか支援ができるかどうかっていうことをまず第一点の問題としてあるわけですね。でそれからあの財政的な問題が多分あるんだろうと思うんですけれどもこうまあ中,中都市比較的大きな都市だけを対象にしてるっていうことなんですが基本的にその市町に指示、えー、を置くことを前提にしてですね、えー 県全体のあれをあの指導主人の配置を考えているのかどうかということなんですね。ですから、えー、非常に県に集権型になっているわけですね。静岡県があのに集権されてて、市町村に分権型になってないわけですよ。ですから、えー、ここの仁倉さんの,あの指摘にもありますように、 小規模な自治体は、えー、一時的にはですね、何らかの形で支援をするにしても、例えばグルあの市町村、市,市町のグル,グループ化だとかですね、そういうことをして、えー、基本的に市町が、えー、指導主事を持って、独自に、えー、その地域の,あの教育を支援する。 というスタンスを取っていくべきではないかというふうに思うんですね。で、そうでなくて、県にものすごく集中しているわけです、その指導主事のが。ですから、市、え、町、ー、の独自性みたいなものっていうのが、発揮しにくいという状況にあるんじゃないかなと思うんですが、どうですか今のご質問のポイントは2つあったかと思います。1点はそのこういうい訪問がですね まあ,1回あるいはほんの限られた回数だけで実効性が上がってくるのか、もう1点は、基本として指導指示は市町に置くべきであって、それを置けないのが財政需要であるとか、そういうふうなことであるとしたら、それをむしろ初期を含めながら継続的に 実効性を上げるような方法というのを考えるべきじゃないかというふうなことがポイントだったと思いますけど、回答いただく前に、委員の方々からもほかにそれに付随して、何かご意見ございますでしょうか、どうぞ、岡野さんのこの市町の問題なんですけれども、静岡県の中部と西部はほとんど合併されてるんですよね、市町の問題というのは東部に限られ思うんだと思うんですね、特に伊豆半島が市町が分担されてるわけなんで。 だから静岡県全部を語るよりも、要は市町がどうなっているかということの中において、政令市、中核都市になっている中部政はそんなに問題はないと思うんですね。ただ伊豆半島の場合には、伊豆の真ん中に山に三県は走っていますので、交通の便もあるわけで、そんなにその移動が楽じゃないわけなんで、そういう交通事情も考えて、どのような主導市場を配置するかということを議論しないと、ただ単に市、え、町、ー、の数だけで同行というわけにはいかないと思うんですね。例えば下田から 沼津まで出てくれば半日かかってしまうわけなんで、帰れば一日終わっちゃうということなんで、そうすると、実はどういうふうに大策ことを取るかということも考えていくるべきなんで、それはやはり静岡県のこの地政と同時に、そういうことも考えていかないと、ただあの、平らな県じゃございませんので、縦横に長い県なんで、そのあたりも考えていかないといけないのかなというふうに思っております。 ごご意見ありがとうございましたあの2番目の問題に付随して、えー、静岡県の特性、地性を考えた配慮が必要だろうと、こういうご意見だったと思いますけれども、私もちょっと質問なんですけれども、えー、例えば、えー、私、広島、大阪、兵庫とこう渡り歩いてきたんですけれども、実はあの都道府県とそれからその市町の,あの関係っていうのはです、ね、やっぱりこの県によってかなり違うんですね。 例えばあの広島県であれば、の県の指導というのは、かなりこう、市町への指導というのは、絶対性というんでしょうか、かなりこうあの強い影響力を持ちますけれども、大阪の場合には、良くも悪くも、その市町の独自性というものがこう強いわけです。で、全国学力テストは、都道府県ごとに出されるんだけれども、その市町の方は結構、独自の路線を持っていますので、 えまあ私たちからするとこう責任は問われるんだけどもなかなかこうあの私たちの,その考え方とかその指導方針が合わないというところまあ現実に存在するわけなんですよね、でまあ私たちの方はまはそういうふうなあの違いというものをえやっぱり乗り越えなきゃいけないということで非常に、市町との連携についてはあの神経をえ使います、まだ使わなければなりません、まあ、そうしたようなあの配慮というのがあの静岡県は必要なのかどうか。 えー、そのちょっと地域性についてお伺いできればと思います。ありがとうございました。今のは総括をするまでもなく、ポイントを付いてると思います。さん、ま、はい、すいません。杉です。えっ、ー、と私のはですね。あのこの指導主事が年に何回か、あの学校の方にあの伺って指導をしていただけるということなんですが、これはあの技術的なものだと思ってるんですが、あのえっ、ー、と現場の方ではですね。あのー。 えっと、日々ですね、まあ、いじめの問題であるとかあるいはあの親からのクレームとかということで日々の,あの問題が毎日毎日発生しているにかかわらずこういう年何回かの指導っていうのはどれだけの意味があるのかなって。 技術的な面では有効であると思うんですが日々の学校運営という面ではですねあのどれだけの効果があるのかなという,ふうなことを思いますしで私もあの地元の方であの親しい先生方にいろいろとこういうい会議に出ているんだけどあの教えてもらえないかというようなことを意見聞きますとですねあの現場の方ではまあ小中高で若干は違うと思うんですがあの学級35人制ということで あの遊びがないっていうかあのいわゆる校長教頭であとその下全部先生っていうようなで全員がクラスを持っているもんですからあの何かその相談があったり相談をかけたいとか問題があってもなかなかそれをあの聞き入れてもらえる人がいないっていうようなそういうあの日々の学校での問題に対処する支援の方法っていうあの支援を受ける方のやっぱりその気持ちとか。 あの現場がどうなっているかということも、あの見ていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに感じます。ありがとうございました。今の回数の問題に関連して、えー、あったかと思います。他にございますか。少し観点が違うのかもしれませんが。もうちょっとあの根本根本的なところ。の問題ということなのかもしれませんが。あの。 指導主人が訪問すればそれででいいんでしょうかでそういうやり方を考えるのかどうかということが一つ問題だというふうにも私は思います根本的なところで,でその指導を拝まなければいけないというような状況がないような あ状況というううのはどういうようなものかそれにしていくてそれは多分あの珍しく新井倉さんとあの意見が合うようなんですがその市町村がですね独立の学校がですねきちんとすればその体制を支援していくことの方が必要だというふうに多分新井倉さんはおっしゃってるんで,でそれを考えていく方向の方がですねよりまあすぐっていう話じゃないかもしれないけれども遠い将来ですね中長期的にはその方向で考えていくということを見ていくといいんじゃないかでですねじゃあ 県ででで指導主事をしした人はすすねねそのの後どううななっっってているるかや、ね、こらゃんよ経歴をお三方のやつが示されているけれどもそれを見れば皆さんあの教育長になられている人をですねで校長にもなっているわけですよねでそういう人がいるわけですねでそういう人がきちんとですねその職位として指導主事というところになければいけないのかでそうではなくてきちんとしたことが学校でできるような体制を整えていくでそれを支援していく。 そういうような発想をしてみるということも大切ではないのか、ただ、制度をいじればというか、それを充実、いわゆる充実させればいいんだという発想でなくて、実際に必要なことは何なのかということを考えてみるというようなやり方もあるんではないかと、そんなふうに思いましたありがとうございました。あえっとタ はい、えっ、ー、とまあ、現場の方からということなので、えー、ちょっとあの次のところの方が的確かなとは思います。けれども、ちょっとご意見言わせていただきます。えっ、ー、とあの現場への支援ということです。けれども、支援っていうのはやっぱりあの視察とは違いますので。えー やはり現場の声を聞いてでそこに最も適切な手を差し伸べていくということが支援につながるだろうと思っておりますでその際に一番必要なことはやはり現場のニーズやデマンドに関わる声に耳を傾けるということではないかと思っておりますでえもっと極端なことを言わせていただくと全く現場のことを知らない行政の方があの教育に介入するっていうのはあんまりいいことが ありません。でむしろ、あのー、どういうふうなニーズがあってどういう値るのがあるかということそれを聞いてでそしてそれをもとにどういうシステムじゃ作ってどういうふうにやっていったらいいかっていうその教育委員会と現場が上下関係ではなくて対等に共同していくっていうそういったこうシステムをきちんと作っていくっていうことが必要ではないかなっていうふうに思います。 でそのためにどうしていったらいいかっていうことを、これから考えていけたらっていうふうに思いますありがとうございましたも中尾、はいえー、と私もです、ねえー、奈良、兵庫、大阪というね、こう全くその違う県のことはこう、あのー、分かってるんですけれども、やはりあの先ほどからも出てますように、あの地域それぞれの特殊性が私はあると思いますね。うん ですからあの、そこのところを考えて、全国はこうなってるから、それよりも多いとか少ないとかですね、まあ、そういったようなことで、えー、判断していくというのは、ちょっとまずいんじゃないかなというのに思うんですね。でそれとお、今は要望があれば行くというような形になってますけれども、実際問題ですね、その学校現場の方にどういうふうな課題があって、何をまずね、そのチェックしとかないかんねだというふうなことが、十分にです、ね、こうあの掴みきれてるかどうか。 っていうことだと思います。で、ですからまあこれからまあいろんなことでまあ移管されていくという,うことを考えられる場合に、やはりさいあの最初はですね、えー、県の方でしっかりとしたそのそういったようなチェックなりあのー、枠組みっていうようなものをしっかり作っといてで、それでもって下ろしていくというようなあのステップがいるんじゃないかなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。えー、っと皆さん方はご意見いただいたので、あのー、実は。 あの教育委員会の方々ともお話をしていく過程の中でこういう話がありましたあの、指導指示を含めて事務局が、ですねいわゆる教育委員会、まあ、事務局というのは、教育委員会事務局がどれだけ現場を掌握しているんだろうかという問題提起がです、ね、まあ、誠に残念なんですけど教育員の方から出された意見があったんですよね。で今の あの鈴木委員のお話はまさに、あるいはその中尾委員の話もそうなんですけれどいや大事なのは現場をどれだけ教育委員会というか、教育長をはじめ掌握してきているのか、その上であで静岡県教育をどう進めたらいいかという、多分その問題だろうと思うので、指導主義が行かなければならないのではなくて、ですねその実態をちゃんと掌握しているかという、そういうふうなことだったと思うんですよね。 今の話が1回でどれだけ掌握されているかということも含めながら、今までのご意見があったかと思いますが、残余のもし、質問のに対するお答えが十分でなければ、私の方からまた追加的に質問させていただきますけれども、この内容はかなりですね政策的に重要な話でございますので、教育長教育委員の方、教育長、ないしは次長の方がですねご説明、ご回答いただけますでしょうか。はい い,ろいろなごご意見ありがとうございます純、えー、不動になるかもしれませんけどあの、まず静岡県の特殊性というようなあのご意見があのございました、えー、っとこの中に、えー、指導主事を設置して,いるしていないという5ページに括弧をの表がございますけれども、えー、岡野委員からあのご指摘がありました通り、えー、5ページの括弧をの静岡県内で、えー、指導主事が配置されていない町は、まあ、6つあるわけですけれども、そのうちの5つが、 伊豆でございますそして一つがこれは中部のいずれも町でございますそういう意味ではどうしても人口規模の小さい伊豆半島につきましてはなかなか指導主事が配置されていないという状況がありますこの問題は以前から教育委員会としても問題意識を持っておりましてその一つの解決策としては例えば伊豆の場合には連合してそこでですね共同して 指導主事を置くというような方法もあるのではないかというようなご提案もさせていただいておりますけれども、なかなか財政的な問題もあって、ですね現在は、これはその前のページにあります、総合教育センターの東部支援班、沼津駐在17名とありますけれども、この17名の指導主事が中心になって、 まあ東部、まあ、これは先ほどのバッ以外のところも含まれるわけですけれども、学校訪問をしているという状況であります。まあ、そういう意味では、えー、市長に指導主事を置く、置かないということにつきましては、なるべく私たちも、単独あ,れはあるいは単独でない場合にしても、まあ、共同で置くというようなことが必要かなと思いますけれども、ただこれは全国的に見て,見ても分かりますように、 指導主事を1人あるいは2人置いているというような状況がやはり人口規模の小さいところにあるわけでそういうところは1人の指導主事で担当する学校のすべての例えば教科科目教育活動を指導するということはなかなか現実的にも無理なわけでそういう意味では指導主事を置いていてもさらにそれプラス県の指導主事の支援と。 いうものは必要ではないかなというふうに思っておりますまた指導主事の訪問の学校回数学校訪問の回数につきましては様々なご意見いただいて必ずしも回数ではないのではないかというようなお話もありましたで実際私たちが学校訪問する場合のその辺の判断というかどういう基準であるかにつきましては今日はあの総合教育センターの 所長が来ておりますので、後ほどこの養成訪問の仕方については、またご説明をさせていただきたいなというふうに思っております、さらに教員の配置についても、ご意見がございました、まあ、直接的な課題ではないかもしれませんけれども、まあ、本県30静岡式35人学級をやっている中で、いわゆる下配定数について、まあ、それをホームルーム担任に回しているというような状況もございますので、まあ、先ほど、 鈴木委員からご指摘がありましたように、校長、教頭、あるいは教務主任以外は、すべて学級担任になっているというような、そういう状況もすべてというか、それ以外になかなか少ない、学級担任以外が少ないという状況は現在見あの、見られておりまして、学校にご負担をかけているかなというふうにも思っております。以上ちょっとあの森が最後一つですね指導主事が 学校現場を、まあ、掌握しているかどうかということですけれども、まあ、本件の場合、これは後ほどの第二のテーマで、教育委員会の組織の問題のところで出てくるかもしれませんけれども、えー、まあ60%自覚がまあ指導主事ということで占めているわけで、その指導主事はもちろん、学校からの勤務を経て、指導主事になっているわけですから、まあ、そういう意味では数年前には、県下各地でまあ小中高の教員をやっていたということからすればですね、 学校の状況というのは、十分把握しているというふうには考えておりますけれども、ただそれで本当に完璧かどうかというのは、時々刻々、やはり教育課題、それぞれこう変わってくるわけですから、それについてはやはり、教育行政に入った元の教員、指導任につきましても、日々、学校の把握というものに努めなければいけないのかなというふうに思っております以上であります。えっと き所長の三谷でございます、えー、今日の資料の3ページでございますが、要請訪問についてでございます。目的にありますとおり、事業力向上、校内研修の活性化を図るということで行っておりまして、年度当初、各学校からどの教科でというご希望を伺って、該当の指導主持が出かけてまいります。 ご質問にありましたあの訪問1回で,です十分な指導ができるかということでございますが3ページにありますとおり学校等支援研修という学習指導以外のいろんな学校経営に関わる課題についての研修に応じて出向いております。ここれががが小学学校校校校回とということですが校中51校中学校が200 しし126校中27でございますので、まあ、2割程度はあのまた別途、こういうあの希望が寄せられていて、総合教育センターから指導主身が出かけているということでございます。なお、研修、を先生方に来ていただく研修も行っておりますので、まあ、そういう中で指導、支援をしているという現状でございます。以上でですす何かご意見ありそうですねどうねどうぞ 先ほども申しましたけれども、あのそれぞれの,あの、先ほど岡野委員からあの話ありましたけれども、えー、基本的なスタンスとしてです、ねえー、市町に、えー、教育主事を置いて、えー、現場になるべく近いところに指導主事がいるということ自体が、非常に大切なことではないかなというふうに思うわけですね。 ですから県の事務所から見ているのとその市町村の教育委員会の中で指導主事がその町の足や町の状況を見ているのとは多分全然違うんだろうと思うんですね。ですからその現場の実態を知るためにもやはり市町に基本的に指導主事を置くただしいろんな問題があって当面できないところについては え何らかの支援策を取るという、この,あの新倉さんの文書にあるように、支援をするという形に、基本的なスタンスをそういうふうに定めてもらいたいということが、私の論点なんですけれども、どうでしょうかね。 あのちょっと別な、今のおっしゃった問題と、皆さん方の問題提起との関係で,です、ね、一つ、教育長にも改めてちょっと質問させていただきたいんですけどあの、指導主事を置くとか、指導主事が派遣されるかとかいうことは、方法論であって、 もちろん、法律で指導指示を置くというふうに規定されているわけですが、教育の実態をどう掌握をして、教育行政に生かしているかどうかは問われているんだろうと思うんですよね。そこが重要なんであって、そういう意味で、教育委員会ないしは教育省等がですね、静岡県教育の現場をどれだけ承知をされていて、だからどういう手こ入れが必要とお考えになられているか、そこを聞きたいんですよね。そこの回答をいただければ、 今言った指導指示の配置の仕方だとか、先ほど話した好意的に伊豆の方は展開させるとかいうのは、です、ね、方法論としてあるんだろうと思うんですけど、大事なのは現場、どう掌握されてきてるかということについて、ですね、県民の前に教育長としてあのちゃんとどういうふうにお答えができるか、そこを聞かせていただけるとありがたいですね。 まず大木座長からのご質問でありますけれども、あのこの中で言いますと、まあ、今年ですね、2ページの下のところに、教育長等学校訪問ということで、まあ、これは私と、それからあと次長等、幹部職員ですべ、まあ、ての県立学校と特別支援学校についてはあの訪問させていただきました、ただこれはあくまでも今、議論されているのは市長立の学校ですので。 まあそういう意味では県立学校についてはすべて年度当初、訪問させていただきましたけれども、なかなか市長の小中学校については、訪問する数というのは少ないかなというふうに思っています。そういう意味では、昨年度から私たちは個々の学校に行かないというまでもです、ね、各地区の市長の教育委員の皆様、あるいは教区長の皆様と、やはり膝を交えて、それぞれの市長がどういう課題を抱えているのかということをですね、 やはり直接聞く必要があるのではないかということで、昨年度からそういう機会を設けて、これまでに3回ほど開催をしております、そういう意味では、年間それほどこうたくさんの回数で,できないかもしれませんけれども、複数の市長の教育員の皆様に集まっていただいて、 そこで、それぞれの教育委員会が抱えている、あるいは学校が抱えている課題というものについては、やはり把握していく必要があるかなと、今後も把握していく必要があるかなというふうに思っております。それから、西寺委員からのお話ですけれども、やはり私としては、市町教育委員会には指導士嬢一人を少なくとも置いて、やはり最前線で学校の課題というのを直にやっぱり把握すると。 いうことが大切でありますしやはり県の施設である事務所との間には若干のそこに温度差なり距離があると思いますので、まあ、そういう意味では2、まあ、層構造というか市長にも指導指示を置きまた県にもあの市長を指導する、まあ、指導指示を配置するというやっぱり2つの方法というのは必要かなという,ふうに思っております。 先ほどの私の質問、ちょっとあのもう一度あの繰り返しなんで教えていただきたいんですけれども、のその指導筋を置く、置かないというのは、先ほどから出てますように、方法論なんですね。で、ここのところが、例えば、市町の教育委員、あるいはその教育長同士の間の、物差しがぴったり一致していれば、それほど多くのこう手間を取らなくても、文書のやり取りでも実は行こうと思えば行けるはずなんですね。 でところがあの先ほど言いましたように大阪のバーには、えー、とその地域によってその辺が相当ずれがございますですからその、えー、とずれの修正のためには今さまざまなこう手段をとっているわけなんですけれども、まあ、静岡県の私たちがこう外から見てると、まあ、非常にこうどちらかというと,、まあ、ちょっと浜松と静岡ってちょっと違うのかもしれないですけども、まあ、なんとなくこう全体的には穏やかな、あのーまあ、同じような風土 だからそこら辺をねあの教えていただかないとですねちょっとなんか我々としてもあの大阪のことをイメージしてここであのアドバイスをしたとしてみてもちょっと全然ずれてしまうのかなという感じがするのでそこをちょっと静岡県は東中西なんですよで東部も特にあの伊豆半島の要するに伊豆の国と沼津と富士とはまた全然違うし電力も東電と中電だし。<laughs> えー、全部違うんですねか外から見て、結局、簡単に言うと、人口380万人で、北陸3県、大きいんですよ、面積も、それを一口に静岡県と言われても困るんで、生 <laughs> い立ちも違うし、天領があったし、それも家康の住んだと困るし、いろいろあるんで、それも気象風土が違うんで、それある意味じゃ大阪よりも複雑かもしれないんで、うん、それを一口で全部同じような教育をしようということは、違うんだと思います、静岡県もそういう方針では今までやってきたなかったと思っております。 あのー、これ学校課題がさまざまあると思うんですね学力、うん、問題いじめの問題尊敬いろんな問題あるとでその中でその指導指示がですねそのオールマイティでいろんなことにその対応できるのかどうかというふうに私は思うんですよでしたがって、まあ、あのいろんな先ほどやっておられるように、まあ、課題を全部聞いてくると、ね、でそれをまとめてみたら、まあ、大体まああの全体の,あのこういうような課題があるということは分かるじゃないですか その課題について、各市町がどのようにされているのかということを、でまたその市町の学校がどう,いう,ふうにされているかということをまずあのきちっとつかんで、その中でできてないところがあれば、もう先に指導するというやり方にしないと、何かを送ってです、ね、その対応するために出ていくというやり方をしていると、これはもうきりないと思いますよ。と思います。ですから、あのこの回数が増えればいいということじゃないというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。 もうおっしゃる通りだと思いますあのどうしてもやっぱり教育の場合起きてからということはありますあの,の対応になってしまう傾向があるわけですけども、まあ、先ほど申しましたようにやはり今各市長がな何を課題として抱えているのか、まあ、そこにはあの えー、県下、まあ、先ほど岡野委員からは党中性違うというお話ありましたけども、まあ、それでもあの静岡県としてまあ共通に抱えている課題、まあ、これは全国の課題と共通するかもしれませんけどそういう課題と各地域あるいは各市町が抱えている課題というのはあると思いますのでその辺を整理しながら、えー、スポット的に市町にです、ね、指導をしていくという場合もあれば地域ごとにやっていくという場合もあると思いますので、まあ、そういう事前に課題をやっぱり把握するということは 非常にやっぱり大切なんだと思いますし、まあそのためにも繰り返しになりますけれども、各市町教育委員の会のまあ委員の皆様、教育所の皆様とのやっぱりあの情報交換というものをやっぱりしていく必要は今あるのかなというふうにあの思っております。以上であります。ありがとうございました。あの冒頭申し上げました14時10分になりましたので、あの残余のどうあのどうぞ。あの誤解のないようにあの話していきますが、あの。 えー、市,市町の,あの要するに義務教の学校についてはそれぞれの自治体がの教育委員会が責任を持つということがまず大前提であってでそのことをサポートするために,その市,市,に市町にちゃんと指導指示を置いて体制をまず整えなさいということが原点だと思うんですね。でその上で県教委が指導をするあの 支援,支援なんですね、あくまでも。だから、支援をするということをあの考えるという図式で考えてもらいたいわけです。だから基本的には、市町の教育委員会が、えー、自分の調立、私立の学校の、えー、責任は自分たちが持つぞということが全大前提だという、そういうことなんで、誤解のないようにしてください。<laughs> 今の,はあの確認するまでもなくあの、そのように考えておりますし、あのそうかと思いますで、1点だけちょっと戻りたいのはです、ね、先ほど香山委員がおっしゃって、岡野委員から静岡の得意性をお話をされた、で香山委員のその前争奪したときの香山委員のご質問が、その後フォローするんじゃないかなと思いましたので、ござ,ございませんか。 ですからあのそれぞれの,の地域ごとに指導助言の内容も変わってくると思いますしあの最も重要なのはです、ね、その県の指導をあの、市町の方の教育委員会が、まあ、ちょっとこんな言い方しあなるなのかもしれなかなんが、ねまあ、私たちの方で今、あの指導をやっていますけれどもちょっとこれ大阪に聞こえてちょっとまずいんですけども、ね <laughs> えー、やっぱりこう市町に行きますよね指導指示行きますよね。 でも成果が出る、出ないって、実は非常に単純に分かるんです。どれだけの役職の方が、その指導主事が学校現場に入ってくるときに、どのくらいの人がついてくるかです。それなりの方がついてくれば、これは市町としての指導をあと、それから県が一体のものと、のふと一体のものとして、えー、来たなと思うから、動くんです。一発でも動くんです。でところが、まあ、そうでない。<laughs> 肩がついてこられるということは、まあ、負の指導はほどほどにしときよみたいなメッセージに現場が取ってしまう危険性もあるわけなんですよね。でそれが意図的なのか、あまり意識せずにこうあの忙しいからということで、じゃあ、あんたちょっと行っといでみたいな感じで、一点の間によってもこうあの分かれてくるわけですしね、いわゆるあのその辺のところの,あの空気感っていうものを、やっぱりこう捉えておかなければいけないわけなんですよね。 で今、私たちの大阪府の方では今、中学校の方の指導にものすごいあの力点を置こうとしています。で今、具体的に何やってるかっていったらさまざまなデータの徹底した洗い出しです。ですから、今までには取れなかったようなこうデータですよね、えー、例えば問題行動が起きるのは何年生の何学期が多いのか、地域間格差というものがどの程度あるのか。ね えそうしたものを全部細かく洗い出しをして、学力とそれから問題行動の相関関係はどの程度あるのか、これをあの全体をあのフォーカスすることによって、いわゆる市町への指導の全体方針が出来上がってくるんですね、そしてそれぞれ市町の,の独自性に対して、それぞれのこう作戦をですねえ事務局の方の方に用意をしていただいて、そしてあの下ろしていくと。私たちは今度あの教育委員ですから この市町の方の教育員の方々と、また教育員同士の連携を取って、ですねこういう形で、こういう問題点があるのと、こういう指導しますと、までしてますとまあいうことを、ですねあのこれからやろうとしてす、まあ、毎年この共同の研修会をやってるんですけど、よりこうフォーカスした内容で、ですねまあ言ってみれば、作戦会議みたいな形です。 まあそれもあのやろうとしています。でそうしたものが、先ほどこう意見交換とおっしゃっているんですけれども、あのそれがやっぱり意見交換程度のものなのか、あるいはもう作戦会議、各会議のレベルまで行くものなのか、ね、やっぱりそこら辺のあの今のえ静岡県教委と、市町の,その教育委員会の,その関係の度合いがどの程度なんですかということをお伺いしたいんです。 教育長ないしは、教育委員の方からもお願いできますか、すみません、それでもって、今日はこの段階は終わりにしたい,い <laughs> あのなかなか正直言って、作戦会議、企画会議というところまでは、ですねまだ行ってないかなというふうに思いますので、ぜひ、あの大阪府さんの,です、ね、この洗い出しの手法とか、あるいはそれを踏まえた、あの地,域教育地,地教委との,です、ねえー、その作戦会議、企画会議の、そういうものをちょっと勉強させていただきましてですね、 次の第2ステージということで、あのその辺こう積極的にです、ね、取り入れていきたいなというふうに思っていますえっと今、教育長事務方の方のご意見を頂戴して、また各委員の意見もありましたですけれど、教育委員会の委員の方々のご意見を聞かせてくださるとありがたいんですが、 あいかがでしょうか。どうぞ水口。え教育委員の水口でございます。あのまあ、教育支持とですね支持と市町村教育委員会の関係もそうですし、そこにはやっぱ徹底した県と県の教育委員と市町村の教育委員のやっぱ連携っていうのも。 あの今、安倍教育長があのおっしゃったとおり、まだまだあの連携が不十分であるというのは認めざるを得なくて、で今年に入って、合同教育委員会、教育、市町村の教育委員会の方にあに出席しまして、顔を合わせるような形であったんですけども、名刺交換の時に、やはりこういった、もっとやっぱり膝と膝を交えて、具体的にどういう市町村で問題があって、 どういう組織のぜ脆弱さというか、問題点があるのかっていうのをもっと話し合う機会が欲しいですねという声をいただいたので、やはり今後、こういうことが課題になってくると思います今の意見をお聞きして,てですね私、民間の会社を経営してましてですね。 現場のこう改革運動をするときにはですね、えー、社長だとか、上の人間が命令をしてです、ね、ああしろこうしろと言ってもです、ねあの、話だけは聞いてくれるんですけれども、いなくなった途端に、そうでなくなってしまうというような状況をよく見てますんで、えー、もし現場を改革しようと思うのであればです、ね、鈴木さんがおっしゃった、あるいは中尾さんがおっしゃったようにです、ね、現場の方でですね、 そういう機運を作っていく、そういう機運を作らせるために、われわれがどういう情報を提供するのか、あるいはどういう支援をしていくのかというようなです、ね、やり方の方が、なんか民間人としてはぴったりくるんですね、命令したらば動くというのは、私は組織の一面でしかないというふうに思っています。私も すまませんちょっっと風をいいてしまって申しし申訳ないですあの市町の教育委員との連携というのは今年あの何回かやらせていただきましたけれどももっともっとあの本当にあのただの意見交換の場ではなくあのお互いに作戦会議企画会議というレベルまで持っていかなければいけないなというのをやや始めながら感じているところでございますのでこの課題は本当にあの今回頂いてただいて 私たちも考えていかなければならないというところで合致したかなというふうに感じております。ありがとうございます。あの若干ですね事務局の方から助け部類が出まして、次予定してた14時30分までの案件が問題の顕在化なんで、この問題のその掘り下げまでそこまで入り込んでいるから、14時30分まで伸ばして当初考えてるところをやろうと <laughs> こういうふうなことで助け部類が出てます。それで。 えー、金子委員にはまたちょっと後ほどまたご意見を頂戴したいと思いますが、そういう意味で、あの今のこう皆さん方のご意見は、基本的にはあの指導主事のあり方の問題もさることながら、やはり静岡県教育の実態をどうするか、実態をどう掌握をして、それを教育行政にどう反映させるかということが問われてきたんだろうと思うんですよね。そういうい意味で 重要なのは、そういう指導主事を通して、あるいはその他のいろんな手法、教育委員同士の会話だとか、あるいはその教育長同士の会話等で、問題をどれだけ顕在化させることができるかというふうなことだろうと思うんですけど、そういう現場に入られた指導主事、あるいはその各教育委員会の委員の方から吸い上げられた、いわゆる意見交換で出てきたような問題がです、ね、教育委員会の定例会議とか、 あるいは臨時会で議題に挙げられて、きちんとそういうことが、審議が進められたことが終わりなんでしょうか、もし終わりでしたら、あのそのいつどうだったかということをです、ね、あの教育委員内視は、教育委員長であった金子委員とかですね、あるいは事務局の教育委員会活動を総括されている総務課長でしょうか、の方からあの、あるいは教育長でも、 そのそういうのがテーブル面上に上がってですね、どんな議論があったのか、まあ詳細は別として少しご説明いただければありがたいですね。はい、じゃあ供給員の金子です。よろしくお願いいたします。えー、っと、えー、市長の、えー、合同会議は、えー、昨年から始めまして、えー、非常に効果的なものなんですけれども、そこでは、えー、非常にまあ温度差を 感じておりますいろんな、えー、町があられていろんな市があられるのでそれぞれの地域の特性というか、えー、問題点というのは少しずつ違うなというこういうことをやっぱり把握していく必要があると。で、えー、それを課題を実際に本当に成果につなげていくということが必要だと思います。 で今、きい座長から実際の具体的なことがあったかということですが例えば一つの問題として教育委員の方々から幼児の問題ですね児童・生徒だけではなくて幼児の問題を非常に強く言われる方も多々ございましたのでそれを定例会の中で これまで、えー、児童・生徒という観点が強くございましたけれども、幼児も幼児からの幼児教育が、えー、かなり、えー、同じ度合いで必要であるということも、定例会の中で話題になりまして、まあ、そのような幼児・児童・生徒という用語も、まあ、生まれたということがございます。どうぞ総務課長。 教育総務課長の杉本でございます、えー、っと教,育教育政策課がです、ね、各市長の教育委員会を訪問して、えー、このアクションプランの進捗状況とかです、ね、さまざまな課題について、えー、状況をお伺いしてくる機会があります。その時にも、市長とのつながりのある、関係のある事業を持つかのです、ね、関係者も行って、状況を聞いてきております。 これ一応、全部の主張を回っております、それを定例会の中で,です、ね、こういう課題が上がってきているという形で報告させていただいております、以上でございます報告は結構なんですけれど、報告を元にして、どうそれを政策にというか、現状を把握して、教育の実態を改善する必要があるかという、そういう総括の方に結びつけてくるアクションというのは、 行われているんでしょうか当然、行われていると思うんですけれども、いか教育長いかかですかそうですね、やっぱり一つには、あの昨年の末にですねあの、昨年の今頃ですね、非常にやっぱり不祥事が、まあ、これはあの静岡、政令市も含めて、まあ、起きまして、これはやっぱり静岡県全体で何かしなければいけないということで、緊急にですね政令市も含めた、まあ、教育委員長さん、 教区長の会議を開いて、まあ、それをもとに対応策ということで、えー、まあ先ほど神山委員からあの、えー、と分析というのをお話ありましたけれども、えー、何月ごろに多いのかとかですね、えー、どういうタイプの先生に多いのかというようなことも、われわれ分析をする中で、報告書をまとめて、まあ、それをもとにまあ対応策を取っているということと、まあ、もう一つはあのいじめにつきましても、これもあの市長局委員会との連携の中で、まあ何とかしなければいけないということで、 あの合同でえ今、そのためのですねえマニュアルを市長教育委員会のほうのまあ担当者とうちの担当者で合わせてですねまあ作ってえ年明けにはですねまあそれを出してえ各市長教育委員会はまあそれを踏まえてえそれぞれ独自にそのマニュアルを踏まえた市長版を作ってもらうというようなところで今、話が進んでおりますのでまあこの大きな2つについてはかなりあの現状を把握し連携の中で 対応してきたかなというふうに思っております、以上でありますそうそう、総務課長、よろしいでしょうか、先ほど、不十分な部分がありました、そういう中で聞いてきた意見を、ですね毎年出しております教育要請の基本方針と教育予算という中に取り込めるものから反映していくという形で総括しております、以上でございます。あの 先ほど、指導指示を基本的には置くべきことだと、こういうふうな話で、しかしながら伊豆の方は非常に地域属性、地域的特性で難しいということで、広域的な配置の仕方をと、こういう話があって、それでその配置の仕方っていうのは、それぞれの地方の市、町の教育委員会が合同で置かれるのか、 県の方としてお考えになるのかそれは市町の方に置かれるとそういう方向で検討は進むんので,んでしょうか えと具体的にあの街頭の街の方で検討しているかどうかというのはあれですけれども、一つのまあ考え方として、そういう方もあるのではないかなということと、あとはその職員のまあ言ってみれば、負担をどういう形で,ですねあのやるかということも、これ、実際問題としては非常に大きな問題ですので、もしそういう方向になれば、そういう具体的なあの予算的な裏付けというか、そういうものも、県も交えてやっぱり検討していく必要があるのかなと思っています。あの 時間もあれですが、あの委員の方々あの、検討会の委員の方で、先ほどまあご質問をしていただいてあの、追加的に何かございましたら、はいえー、と先ほどからあの聞いていて、ですねで私は本当に教育現場しか知りません、で現場で今のお話を聞いて、えー、何人の先生方が支援だなって思うのかなっていうのは、 本当に疑問です。えー、なぜかっていいますとあの、指導っていう言葉が何回も出てきましたけれども、支援と指導とはもちろん違います、であの本当にあの困った時、例えばですね、今、あの教育長の方から、えーとうん、不祥事のお話が出ました。 で私現場で、えー、2人の職員が懲戒免職になって、えー、その発端となる生徒の相談を最初に受けた人間です2件とも私が受けましたでその時にじゃどうやってやっていくかっていうことですけれどもまさにあの現場は立ち合い勝負ですその時にどうするかっていうことをじゃ誰にどんなふうに持ちかけてどういう委員会を作ってどうやって解決していくかしかも一番大切にしなければならないのは この子の子未来のために一番いい方法を考える、常に子どものために一番いい方法を考えるっていうのが、それはあのあのこの前のお話にもありましたように、教育委員会の方たちも全く同じなんですね、全く同じ、でえー、そこからどうしていくかっていったときに、実はです、ね、これは私のすごい反省から、えー、すみません、ちょっと長いですけれども、お話しさせていただくと、実はそんな懲戒免職を出す以前に、方策はあったんです。 で何があったかって言いますと実はそれよりも前にもっともっと初期の段階でおかしいと思った段階ででその段階で実は子どもとそれから私たちが、えーま、校長先生におかしいということでお話をしに行ったことがあります。でそののの時まだああのー、もちろん、あのー 校長先すべてがそうであるというわけではありません、誤解を招かないように先にあの言っておきますけれども、たまたまその時の校長先生は、まあ、そんなことだったら、教頭に注意するように言っておくからということでした。で、えー、もちろん何の解決にもなりませんでした。で、その時に、実は私、センターの方にもちょっとご相談をいたしました。そしたら、校長先生にとにかく相談してくださいというお返事でした。 それでは、何の解決にもならなかったわけです。で、そういった、こう、本当に痛い、辛い思いからですね。えー、でも、お話を聞くと、教育委員の、あの、先生、あ、皆様方は。本当に子供のために、一人一人の子供に向き合って。どうやっていったら一番いいかってことを、ちゃんと、こう、考えてくださってるっていうのは。非常に心強い、お言葉でした。で、そのために、このギャップ。その、資源を受ける側の現場と、それから、えっと、教育委員会とのこのギャップ。 があのかなりあるように感じますのでそこを何とかしていきたいなって思いますで、その中で、えー、特に現在の問題は今ちょっと私あの不祥事に関してできるだけ初期の段階で立ち合い勝負でやっていかなければならないのですぐそこで動いてくれる支援システムが欲しいっていうのはそこですとにかくすぐに動いてほしい でそこで特にどういうことが必要かっていうと今はあの教育現場っていうのは、えー、と警察だとかそれから法律福祉もうその他あのー、ちょうどあの若子ども若者支援っていうのが平成22年に4月から施行されましたけれどもあのー、子ども若者育成支援法 支援推進法というのが、えー、出ましたその基本理念の、えー、第2条の6のところに、えーと、教育、福祉、保健、医療、共生、厚、え、生、ー、保護、雇用、その他各関連分野における知見を総合して行うことというのが書かれていますけれども、まさにその通りで、相互にあの協力しながらこう、一体的に取り組むということがすごく大切になってきていますそれが今のの教育の現状です。 その本当にあのいろんなところと連携しながら問題を解決していくためのそのためのあの大元事締というのかそのためにぜひ教育委員会の方で力を貸していただきたいもう現場としてはあの35人学級先ほどの話もありましたように手一杯ですですちょっと電話をしても今生徒指導で先生出てますとかですね本当にあの あの多忙化で、えー、どの先生も、えー、たくさんのあの授業をすると生徒の問題を抱えて苦労しています。ぜひそこに支援のせ手を差し伸べていただきたいと思います。長くなってすみません。ありがとうございました。あのおまたこの後いろいろと入るともう再現もなく時間伸びますのでこれで切らしていただきます。それであの実はあのお冒頭に推薦申し上げた時は良かったんですが中間 取りまとめをすることとしておりますが、例えばこの問題についても、あの委員の方々から残余の追加的なご質問とかご紹介がありましたら、お出しをいただくようにお願いします、それで、えー、取りまとめの案を作った段階で、改めて教育委員会の方々ともです、ね、お話を極めていきたいと思ってますので、それらを最終報告に反映しようと、思います、えー、この案件はここで打ち切らせていただきます。 それでは次に、教育委員会が、次にですね、教育委員会の在り方との関係で、今の教員の比率の話であるとか、教員のキャリア形成とか、支出の向上とか、そういう問題に関してですね、 検討事項の2番目、教育委員会事務局の組織体制、それから教育長の人材像について入り込んでいきたいと思います。あのこの点についてあの検討事項の2番目、事務局の方からご説明をいただきます。えそれでは検討事項の2番目についてご説明を申し上げます。え資料の10ページをお開きください。 えまず現状といたしまして、括弧あ現状、括弧は一位現状でございます、あーとしたいたしまして、教育委員会事務局の職種別の職員配置状況を記載をしてございます。で、本庁にある9課のうち7課の課長職が教員でございます。で、全体で475名いる事務局職員の内訳というのは、教員が280名、それから教育事務が169名、知事部局等が26名。 となっておりますで、事務局の職員に占める教員の割合につきましては11ページに全国の状況を記載をしております全国平均が48.2%であるのに対しまして本県が59%割合が高い方から8番目というふうには状態で状況でございますまたその下にですね教員が事務局で従事している事務の一例及び事務局職員の育成に関する基本的な考え方というものを記載をしてございます で12ページをお開きください、本県の事務局組織と、それから各都道府県,道府県の教育委員会事務局の組織の概要でございますで、教育次長等が1名で、その下に部ですとか局等の組織を持っていない県というのは、静岡県本県と山梨県の2県でございますで、14ページをお開きください。 それから続きまして、ですね教育長の職務と人材像ということで、中段のところ参考とございますが、築城解説からの抜粋を記入をしてございます、それから本県3名の歴代の教育長さんの職歴等を記載をしております。 で続いて16ページを開きください。かっこ2といたしまして、第1回の検討会および病あの勉強会の発言用紙を記載をしてございます。でここでの、えー、論点でございますが、読み上げます、えー、教育委員会事務局に配置されている教員の比率が高い現状をどう考えるか、それから教員のキャリア形成や資質向上にとっては、教育委員会事務局での勤務は必要か、また必要な場合に配慮すべきことは何か。 教育委員会事務局における行政職の役割や人材確保、育成策などをどう考えるか、教育委員会事務局における知事部局からの交流職員の役割や意義をどう考えるか、マネジメント機能がより発揮される教育委員会事務局の組織形態はどのようなものか、その中で常勤の教育長が担う役割は極めて重要であり、その人材像はどうあるべきかという点になります。よろしししくお願いいを申し上げまますありがとうございました あの今、担当の課長の方からあの資料の16ページまで、えー、入り込みながらあの各勉強会におけるあの内容のところまでお話があったんですが実はき、ね、あのこの席上にページ26ページ28から28 30ページまでの 5ページでしょうかあの,今年の10月の22日あの、勉強会をですね私と西寺副座長とで、教育委員の方々と議論をさせていただきました。そのあたりの報告が、ですねこの参考資料として添付されております。そういうことを元にしながら、ですね今のご説明になりました 教員の比率が高い現状について、教員のキャリア形成や資質向上と教員区委員会事務局に勤務することの関係、それから行政職の役割や人材育成など、人材の活用、登用の観点から議論を深めていきたいと思います。あの各委員の方からあのご意見を頂戴しますが、 あのこの話の過程で,です、ね、先ほど説明がありましたように、12ページで静岡県教育委員会事務局の組織というので、あのこの全国の中でも静岡県と山梨県だけがです、ね、いわゆる部局制とか、あのいわゆる教育次長をです、ね、1名置いているところで、 まあ、あの部局を設けないで部、次長1名だけのところはそこだけというふうなことでございましたので、後ほど、教育次長の方から静岡県教育委員会活動を行う上であで、次長1人体制というのをどうお考えになられているかとは、ご意見を頂戴したいと思います。それででは各委員の方かからごごご意意見見を求めたいいいと思まますご意見ございますでしょうか これはです、ね、先ほどからもいろいろありますけれどもあの、組織を、ね、あの決めるということはです、ね、これは、まあ、あの手段なんですよね、であの私たちはこのじ実態がわからないので、あまりあの詳しいこと言えないんですけれども、やはりです、ね、最初に組織ありきというのではだめだと思うんですよ、で今はやはりあのいろんな課題があると、その課題をです、ね、解決する。 そのためにどういう組織を作り、その中にどういうメンバーを置きです、ねあの、やっていくかということが基本なんじゃないかなと思うんですね。だけど、あの特に管の,の,の世界というか、まあ、教育委員会もそうなんですけれども、あの先に組織があるんですよ。で、組織があって、その組織があって、何か課題が出てきたら、どの組織に落とし込むかという話なんですね。とこれ、私、逆やと思うんですよ。いろんな課題はあの新しく出てくるんですよ。今までなかった課題が。 そしたら、その課題を解決するためにどういうふうな組織体制にするんだと、一回、今までの組織をですね、一度まあ砕いて、ゼロベースにして、そしてどういうふうなやり方がいいのかということを考えるべきじゃないかなと、でまあ、あのこの組織もね、まあ、ものすごくあの固定化されてるじゃないですか、で普通、あの加藤さん、どうですかね、民間の場合だったら、もしこれやろうというときにです、ね、まあ、半年間で片づけようとかね。 うんまあ、これあの、1年半かかってやろうかとかいうと、プロジェクトチーム組んだりね、タスクフォース組んだり、まあ、そんなことやるわけですよ、やっぱそういうふうに、ね、やっぱり柔軟なね、その組織の,あの運営ということをやっぱり考えていった方がいいんじゃないかなというのに思うんですであの、人員につきましてもね、これ、一旦ね、固定してしまうとね、去年、た、ま、だ、あ、6名でやっていると、ほならこ5名にする言うたらね、ものすごく問題出てくるんですよ、1名減るんかと。 だそうじゃなくて、トータル的にはそういうことを考えていってね、あるときにはここの組織にはかなりの,あの人員を投入しないといけない、あるときはもうここのところはもう極端な話、なくしてしまうというふうなことが必要なんじゃないかなと思います、ないら抽象的なあの意見ですけれども、よろしくお願いしまいいですか、どうぞ、中尾さんに関連して、われわれはその目的は何かということが企業だと最初なんですよね、そのために組織を作るんで。 えー、大体私どもの場合、3年に1回組織がガラガラっぽになってるんで、10年前の組織で残ってるものっほとんどないんですよね、そうするとこの教育委員会の組織を見てると、非常に、えー、古色騒然してるなということなんですよね、でもう一つはその、これ見てますとね、学校教育か社会教育かいろいろあって、また出先機関という中にねその、えー、総合教育センターがあるわけですよね、で指導習慣とか出すのここですよねという形になると。 これが出先機関とかね、中に位置づけられてること自体がなんかおかしいんであって、むしろこの教育委員会の中の、その学校教育課なんかととも連携の中にあるべきものではないのかなと、この、そうすると、総合教育センターの所長さんのえレポートラインはどこになるんですかっていうと、多分次長になると思うんですよね、そうすると、この学校教育課、社会学校は全部パスですよねと、全然違うことをやるんじゃないんですかっていうことがあるんで、もう一回、その静岡県の、 あの教育行政を行う場合にどういう目的であるのかということをはっきりとさせた方がいいんではないかと思うんですよね、で特にあの県によってはそのピラミッド型というか、まあ、ピラミッドの富士山型で、ねこう、1つか2つを際立つせてあると思うんですけど、静岡県の場合には東西長いんで、大体帰還校というのは10校、東から西まであるんで、まあ、そういう意味ではそういう教育方針だと思うんですけども、それにしてふさわしいのはどうするかということも考えていく必要があるんだろうし。 人員というのは、さっき名越さんおっしゃったように、与えられたものを減らされるのは人間やなんで、もうちょっと機動力を持って、何を今年度は重点的にやって、そこに人と金を使うかということをやはり決められた方が、ことから議論していかないといけないんじゃないかなというふうに思いますどうぞあの、主級派の鈴木としては、やっぱり一言言っとかなきゃいけないというふうに思いました。<laughs> あのー、今の話はそう分かるんですが、中尾さんの話も、あのも、ー、分かるんですが、これは教育のための組織であるのだということ、でそこのところを考えておかないといけないということなんですねで、教育の制度っていうのは、今の制度っていうのはどういうふうにしてできてきたのか、歴史的にですよね、ずっと、ね、近代の公教育の制度が、そういうところまできちんとさかのぼって考えて、そこで今の制度があるんだ。 でそのために、どういうふうに今、何をやるために変え,変えればいいのか、あの2、3年の場合にどうだってで、それはあるんだけれども、教育、人をその成長とか発達を助けるとか、あるいはその思想信条なんていうような、高等教育だとか、社会教育だとになってくると、そういうところまで入ってくるわけですよねで。そういうようなものに関係するような組織として、行政組織としては、どういうようなことが必要かということを、やはり、逃しちゃったらいけないんだろうというふうに思いますけどね。 だ、そこさえあれば、しっかりしていれば、いろんなやり方はあるんだろうというふうに思います。ということだけ一言。ご意見の様子を。もう一方の杉下。あ、すみません。<laughs> もう一人の鈴木です。えっ、ー、と、今のこちらの資料に入っておりますですね。あの、事務局における、あの、教員の比率が高いということなんですが。これは、あの、割とは思わないんですが。えっ、ー、と、そういうふうになっているですね。まあ、理由があるとすれば。 あのご説明していいいたたただだければありがたいなっていうただあの個人的にはやはりですねあの事務局を厚くするよりもやはり現場をさあの厚くしてもらいたいなという気持ちがあるんですがあのそれともう一つはですね先ほどの,あの学校のお話でも申し上げたんですがあの校長教頭でいきなりあの平社員というような形がですねあのこちらの方の事務局にもですね 教育長が社長であれば、やはり当然、あのまあ、私たちのようにです、ね、外に出ることが当然多いわけですよね、この教育長の社長の下に専務である次長がいるとすればです、ね、その下が全部あの平社員というような、こういう形の中で,です、ねあの、今、たくさん起きているこういう問題をです、ね、あの解決していこうっていう、そういうことができるのかなという,という気持ちがあります。はいいありがとうございました 西まずですね、あの先ほどあの岡野議員がおっしゃいましたように、なんか非常に昔作った組織が、そのまま続いている、あるいは、えー、教育あの、人員配置等についても、そのまま、えー、継承されているというふうに思えるんですが、えー、本当にです、ね、教員でなければやれない、えー 部署というのはです、ね、どの程度あるかというのを検証されたことがあるのかということ、でえー、それとあの教育事務職としてあの、任命検査ごとに採用がされてて、で教育あの事務職の人たちというのは、ここで見ても分かりますように、かなりあの周辺的な仕事だけを担,担わされていて、えー 主,主要なポストは全部教員が占めているという図式になっているわけですね。ですからあの時代が変わってきて例えば図書館のようなものも教員である必要があるのかどうかなんていうのは全くあの私は必要ないというふうに思いますしあのかつてはですねあのインテリと言いえ教師というイメージが非常に強くてですね何か教員であればあの非常に知的能力が高くて。あの 何でもやれるんだみたいな、例えば社会教育でもそうですけど、なぜ教員が社会教育なんですかっていう話がですね、えー、出てきて、不思議ではないというふうに思うんですが、そうしたあの見直しをであのおやりになったことがあるのかどうかということを、まずお聞きしたいなというふうに思いまほか、はい、にあの委員の方からのご質問ございますかね。 今の西田ら委員と同じような感じなんですけれども、11ページのところに、教育総務課で地震災害対策全般の進路調整っていうのが、どうして教員でなければならないのかなっていうのも、ちょっと不思議に思います、これも先ほどおっしゃられたように、別に教員じゃなくてもっていう分野をもう少し精査して、教員じゃなければっていうところに手厚くしていただけたらなというふうに思いました。 そうだあ神山委員あのこのように同、えー、じょあの同じ職種の人たちがまあ同じこう組織体の中にいてそれでまあ学校現場にいてまた戻ってということをやってきますとね。まあどうしてもこうあの甘くないですよ身内にね。あのここのところがで、えー、まああの組織のこともさることながら。 今のその日本のその教育の問題点っていうのはその個々人のその役職に対するそのポテンシャル能力がどうなのっていうことだろうと思うんですね。でまあこれ教育委員、まあ、私もやっててはっと思った一つのあの大事な仕事はですね、えー、その教師同士のあの甘えを見抜いてそれを許さないと。僕もあの同じこうあの仕事をしてきましたんで逆にこう あのそこのところにこうつい飲まれ込んで、あの飲み込まれてしまうことがあるんですね。で、その時によく注意しなければならない言葉がですね、よくやってるということなんですね。このよくやってるとか、頑張ってるっていうのは、まだ成果が出ていませんっていう言葉の裏返しなんです。えー、ですから、このよく頑張ってます、よくやってますって言った時には、えー、とその向こうにある事実がどうなのかっていうことを、まずあの私,私の方はですね、えー、こうあの、感じて、 でまあ、具体的なそこにある「実」ってどうよどうよって聞いていくわけなんですよね。でそうするとやっぱそういうのがこう出てきますからやはりあのそういう点でいうとあの同じ職種でないこうあの違うタイプの方がやっぱ入ってくるとですね、えー、そういうなんかこう身内の甘え合いみたいなものはちょっと防げるのかなと、まあ、いうことは思います。 あのあの全体見ると、やはり教員席の人がこう多いというのは感じるんですが、それはです、ね、その教員だからいけないのかどうかって、そのとおよく分からないんだと私は思うんです。あの知事部局のほうのです、ねえー、と文化課と言いましたか、なんかありますよね、そちらの方には教員席の人が行ってるんですよね、ってるんですよね逆の例もあるわけですね。 だからよく分かっている人をきちんとした仕事ができる人がそこにいるかどうかでそこが問われるべきであって教員だからいけないって話じゃなくて教員だって鍵山先生みたいな素晴らしい人いるわけじゃないですかということになるわけですよねだからそういうようなところ観点で考えていかなければいけないんでこの人たちが本当に行政としていや行政マンとして適切であるかどうかでそこのところをあの見なければいけないんだろうというふうに。 でこういうようなことになっているのは、そもそも三昭は30年代、40年代のいろんなことがあって、そういうような人事の政策上、こういうようなことになったとっいう背景だってあるわけだろうから、今ここでいろんなことをこう言ったって始まらないわけなので、そういう観点できちんとその領域に適切な人材が得られているのかどうか、でそれを精査するべ,するべきだとで、それは教員がいいかどうかというのは分からない、少なくともまあ教員だったら教育の問題について考えたことぐらいはあるかもしれない。 ただ、大学の養成過程がどうなのか、研修がどうなのかってことをよくまた見直さなきゃいけないし、こういうような他のですねあの直接関係ない、その広報的な支援のところに教員が適切だかどうかは、また別途考えなければいけないということだと思います総りはただすねじゃあ,あの、普通の例えば県の職員がです、ね、そのプーストについても、十分働けるならそれでいいっていう話ですか。 だか,だから今の私の言ってるのはこういうところに教員を置いたことが置いていることをずっと置き続けていることが適当であるかということを検証したことはあるんですかって話なんですだから個々の力量をとの問題と話をすり替えると何でもいいことになるわけですよじゃあ誰,誰でもいいわけですよじゃあこれはね教員であろうとあの教育事務所行やっても あの知事、部局の職員がやっても、個々の人間の問題だって話になっちゃうので、それでは議論にならないですあの、あのー、ちょっと質問していいですか、この10ページの昭和24年度の人員配置表ですよね、ねこの出てるのは、これ10年前遡って、これ、ずっと同じ傾向なんでしょうかということを一回聞きたいんですよね、この24年度のものがずっと過去10年間、同じような配置図になっているのか、それとも違うんですかということを。 これ、たまに24年度1年を出てきても、宮根さん、議論してるんだけども、もしも違っていれば違ってるし、大体ほぼ一緒ならば一緒っていうふうに認識をすればいいと思うんです今の問題に限って、今後の議論に関わるかどうかわからないですけど、端的に今の問題だけ、はい、あの正式な数字は私、今、把握しておりませんけども、まず一つあの大前提として、この組織は21年度に変わったということで。 それまではです、ねあの、これ、全国的に見てもあの、学校種で分ける場合とあの、人事行政と指導行政で分けるという大きく2つありますので、あの指導権は前は高校義務特別支援という学校種を分けていたんですけれども、今回はそうではなくて、学校教育と学校人事という、まあ、ここがあの大所帯なんですけれども、そういう形に変えました、まあ、それが21年度からでありますけれども、ただあの、課長のポストでいけば、 まあ私の記憶の中ではあの、組織の変更はあったにしてもです、ね、まあ、かなりこういう形の,あの高校と義務の,あの違いはあるにしても、教員が課長に就くというあの割合は、それほどあの変わってはいないのではないかなというふうにあの理解しており,ますありがとうございます。あのー 2度にわたって鈴木誠委員からは、子宮派的なとか、いろいろとあの <laughs> 長い歴史をやはりあの尊重しながら、ものの見方、考え方の違いをわざわざ、わざわざお述べになられたんじゃないかと思って、<laughs> ありがとうございました。それで、あの問題はあの、まあ、各委員の方から出されたと思いますが、 本当に教育の現場として教員がそういうポストに就かなきゃいけないのかということが一つは問われたと思うんですね、もう一方は全然別の問題で,です、ね、現場を厚くしてほしいという意見が先ほど鈴木委員の方からも出されてまして現場の教育の実態に鑑みて教育の現場が疲弊しているんじゃないかと、本当に今、35人学級の その遂行とということで,ですねあの昭和平成25年度までにというふうに中あの基本計画の中には触れられているわけですけれどそうだとしてもあの個々の教育の現場っていうのは非常に大変だろうと思いますそういう意味であの教員がですね本当にあの現場に回っていく必要があるのではないかという観点が一番大きい問題だと思いますけれどもその上で あの他方だけど教員の方々にとってもキャリアパスを確立してあげる必要があるだろうとやっぱりそういう意味で優位な人材を育てていくという最終的には教育行政にバックフィットさせるような意味でのそういうキャリアアップの方法も必要だろうと思います。でそういう中で全然別なご質問はなかったんですけど実は法律でですね地況業法では19条で あのいわゆる指導主事、その他の職員という事項の中で,です、ねあの、指導主事の要件が触れられてるんですけど、教育に関し、執権を有し、かつ学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項について、教養と経験があるもので,ものでなければならない。 指導主事は大学以外の公立学校の教員をもって当てることができるとこう書かれてるんですよね。したがってこの第4項の前段の方からはですね教員でなければいけないとは書いてないんですよね。あの専門的事項について教養と経験があるものでなければならないそういうふうな意味でですね本当に指導主事を どう確保していくかというのは、その戦略的に、県の教育行政としては考えられてしかるべきだろうと思いますが、多分現実はですね、指導主事に充てられる人は、教員の方だろうと思いますね。そういうご検討もされたことがおありなのかどうかと、それとあと、皆さん方のご意見にもありましたように、本当に教員がそのポストを占め,めなければならないという、その切り口とは別にですね、 有意ないわゆる行政事務職を登用していく観点から、その適切なその人材の活用というふうなことを考えるべきだろうというのも当然終わりあるだろうと思います。で、それは何かというと、やはり教育の現場を冷えさせないために、教育の現場に教員を配置させようという。むしろ、その対大きい意味でのですね。教育行政の。 ポイントがあるんだろうと思いますけどそういう点のことを踏まえて、ですね今の皆さん、あと委員からのご質問が出ましたけれど、これらについてあの、まずは最初、差し支えなければ、教育長とかあの次長あ等の方からご,ご説明をいただき、最終的には教育委員の方々がどうお考えになるかをお聞かせいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか、安倍教育長。はい あのやはりあの一つ一つの部署の,あの職が、まずはあの指導主事なのか、あるいはあのいわゆる行政職のし主査とかですね、そういうものなのかということを、あの一つ一つやっぱり洗い出す必要があるかなと思ってます。あのそれから現在、あの教員からあ主査になって、まあ、言ってみれば直接ですね、えー、教育に携わっていない、まあ、そういう職についている方もいますので、今日何人かの委員の方から、 本当に教員でなければならないのかという視点からですねあの考えていかなければいけないかなというそういう問題意識を持っています。合わせてそういう時にページにござい、10ページのあのところにありますように、えー、事務局に、えー、占める教員の割合はもちろん高いわけですけれども、知事部局に出向している教員は全国平均の3倍であります、54人もの、まあ、教員が言っておりますで、これは言ってみれば、知事部局ですから、教育とは直接まず関係ないところと。 いうことでありますので、ここも含めて、本当に教員がですね、えー、自分のこれからのキャリアパスということを考えたときに、どの部署につくのがいいのかということを、やっぱり一つ一つ精査していかなければいけないかなというふうに思っております。それからこれは若干、あのー、私の個人的な思いになりますけれども、あのー、事務局に教員がいると身内に甘いのではないかというご指摘は今日も出ましたけれども、これは例えば、どの組織でもですね、 結局は、ほぼ身内100%でやってる組織が多いのではないかと思います、例えば、知事部局での人事異動も、知事部局の職員が、知事部局の職員の人事異動をやっているわけですから、そういう意味で、教員が管理主事になって、教員の人事異動をやるということは、私はそれほど不自然ではないかなというふうに思っております。ただ他ののの都道府県では教員ではは教教員員員ななくてて知事部局の職員が教育委員会の管理主事になって 人事異動行政をやっているところもありますので、その辺はやはり他県の状況も見ながら。まあ、本県のあり方というのを考えていかなければいけないのかなと、あの、いうふうに、あの、思っております。組織全体、最後に、あの、組織全体のあり方ですけれども。先ほど二十一年度から、新しい組織でということで申し上げましたけれども。やはり、今の課題としては、特に学校教育が非常に多くの職員を抱えていて。まあ、ちょっと肥大化しているのではないかなというような、あの、課題もありますので。 現在、この組織を例えば先ほどデータでお示ししましたようにいくつかの局に、まま、丸めて、まとめて局長のようなものを置くというようなことも考えなければいけないのかなというそういう課題意識は持っているところであります。なお、一任制の教育次長のいろいろな苦労もあると思いますのでこれから教育次長の方からその辺の状況についてお話をさせていただきたいと思います。<laughs> 教育事の寺田でございます。私の主な役割といたしましては、教育長が行う政策的な判断を補助すること、あるいは事務的な事業に対する判断を行うことであるというふうに考えております。事務局内には9つの課がございまして、検案事間もそれたくさんございますので、いろいろ業務があるんですが、 まあ各課で事前に十分内容を検討した上整理した上でで、すね私の方うに相談ありますので、まあ、今はですね特にあの支障なく対応ができているのではないかなというふうに私は考えております。でえー、先ほどの資料のように、今回、他県の状況を調べてみましたら、教育次長1人体制は少ないということが分かりました。えー、組織というのは、私は簡素で、かつ効率的であるという必要があるというふうに思っております。 本件のような教育委員長1人体制というのは確かに簡素ではありますけれども、今こう、在り方検討会で議論されておりますように、教育行政が多様化し、さまざまな課題があるという中で、ですね、鈴木委員ご指摘のように、迅速で的確な判断を組織としてしていかなきゃいけないと。 いう状況がございますので、この今の体制が適当であるかどうかということについて、えー、効率的であるかということについて、えー、検討していく必要があると思っております。したがみて、えー、先ほどの教育省からも話がありましたけれども、えー、事務局、えー、次長体制、教育次長体制も含めて、ですね組織全体がどうあるべきか、えー、これから検討していきたいというふうに考えております。以上でありますありりまますがととうございました今あの教育長と次長の方から あのご説明がございましたが、それらをもとにして、教育委員の方からも何か復元なさることがあれば、お出しいただきたいんですけれど他方、委員の方からそれらをお聞きになられて、追加的なご意見とか、かございますでしどうぞ、影山委員教育総務課の中に、地震災害対策全般の連絡調整に関することっていうのがあるんですけれども、えっと、簡単でよろしいので、えー、これはあのどういう体制、人員とか、 それからもし非常時が起きた場合に、どう対応するのかという、ちょっとそのへ教えてください。教育総務課長です。えー、実際にはです、ね、危機管理局で、知事部局の管理局で全部地震対策は行っておりますが、学校のいわゆる地震防災ですねで、基本的には防災教育を中心に実施しているということでありますので、教員を1名、そして事務職員を1名。 2名設置して、各課にです、ね、関係を、連絡を取りながら進めており、業務は今申し上げましたように、各学校の防災教育、安全教育を進めているということで、特に学校にターゲットを当ててあの推進していると、そういう業務でありますで、これで危機管理を一元化するということで進めて、今年度からおいて進めております。いいですかどうぞ わかりましたあのそれでね、これは、まあ、あの僕の意見ですのであの、思うんですけれども、えー、実際、これ地震があの起きるとです、ね、えー、その防災教育を子どもたちなり、その現場に指導しておくだけで足りるのかという問題なんですね。で、この3.11以降です、ね、その東北で得られた教訓っていうのが、実は日本の学校現場ではほとんど教育化されていません。 阪神大震災の時にはです、ねあのー、例えば、えー、そのグラウンドにこうテントが建って、えーまあ、そういう,こう緊急のこう住宅が建ちましたけれども、あれが撤去されるまで3年かかったんですね、でその間に、あのー、学校とそれから地域住民との間のトラブルっていうのが絶えませんでした。あのー、3.11の私兆候にも入りましたけれども、 えーと消防署、市役所の職員、警察、行ってました、しかし、他県からの,あの学校教員の応援というものがほとんどなかったんですね、東京都とか、それから、えー、と徳島だったか、香川だったか、四国の県が一部行ってましたけれども、あの本当にこうあの、学校っていうところは防災の拠点であるところでありながらです、ね、えー、実はその防災拠点としてほとんど機能していない。それから教職員が 防災能で今あの大阪府の方ではですねですからこれ個人的うちのなんかあの、えー、や言ってることをやってることをなんかこう自慢するみたいになって取られたらちょっと困るんですけれどもあの実は、えー、さっき丹治委員さんがおっしゃったこととこれ実は同じなんです危機管理なんですでちょっと僕も気になってますのは例えばその教職員の,あの不祥事 にしてみてみもあるいはその子供が巻き込まれるその事件にしましても、これは危機管理なんですね、でそうすると、まず危機管理で誰かが飛んでいって、まずもう、あのものすごい勢いで報道が入ってきますから、ここのところをまずきちんとあの交通整理をしないと、ですねもうあの報道でぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ、現場は。でもこれは市町の,あの教育委員会ではですね対応はもう難しいです。ですからね。 あのそうしたあの現実の実態に即して、その戦略的な人事並びに組織体制が取られているかどうかということを、私はちょっと気にしてるんです、これは静岡県に限りません、これはもう日本の教育界全般の問題です、ですから、そうしたことをあの考えたとき、特にあの静岡というところはもう地震が大変多,くらしく多いらしくって、なんか各家の炭素は全部なんか止め金がつ,ついてるんでしょ。 えー、僕もそれ聞いてびっくりしたんですけれども、あのー、表現はあれだけ懲りてるわりとまだそういうのがな,なかったりしてね、だからそういうその各家々の,、e、の対策と、それから今お伺いをした、この防災教育やってるのが担当ですっていうのとのものすごい落差を感じます。ですからやっぱり、あのー、何が起き、どういうふうなことが起きるのかということを想定した上で、やはりその先手先手の,あのやっぱ組織と、それから人員配置。 それからあの、やっぱりその要因ですね、今、あの大阪府では各学校1名、危機管理のできるその教職員の育成をするあの組織を作れていっています、それすぐねあの、それはね、教育委員会に言うとね、じゃあそういう文章を作りますと言っちゃうんですよ、違うと、ね、そういうことができる人員を育てるのだと、で言って言って言って、ようやくこう理解してもらった、あ今、感じなんですけどもね、やはり、あのそうしたことを考えたときに、先ほどちょっともう聞いてて気になるのは、 あのまあ、その先生方の不祥事がありましたとで聞いてみるとやっぱその校長先生の対応が不適格でじゃそれに対応してあの危機管理のシステムとしてまあこういうふうなものが出てきましたっていうんじゃなくって今の既存の組織をもとにして、えー、まあ分析と対策をしてますっていうのが、ね、ちょっと気になるんです。 えっと、あの小山委員のおご意見ございましたが、それに関連してもありますし、新倉委員の方から、あのー、提出資料ありますが、これにも関連する分、あろうかと思いますので、事務局の方で読み上げてくださいますかそれでは、検討事項の2に対しまして、新倉委員からお預かりしている意見を読み上げをいたします。まず教教員員の関係にについてなんですが教育委員会事務局に配置 されている教員に関しては、事務局に占める割合が全国的にも同規模の府県との比較でも高い割合にある中、教員が事務局で従事している業務は本当に教員でなければならないのか精査が必要です。教育行政を執行する上で、教員の専門性は活用されるべきですが、専門性の名のもとにいたずらに教員が配置されることがないようにすべきです。せっかかくのの教教員の資格が教育現場で活かされるためにも 事務的な業務は教員に代わり、教育事務職の一層の活用を図るべきと考えます。また、教員が従事する指導指示をはじめとする学校指導および支援についても、本庁と総合教育センターでは、学校向けの指導がそれぞれで行われているように見受けられますが、事務の重複解消や一元化など、組市織市のスリム化も検討してはいかがでしょうか。さらに、検討事故1でも言及しましたが、市町村における指導指示配置状況を踏まえた段階的な縮小も可能ではないかと考えます。こうした取り組みにより事務 さ合わせて教育事務職の要請や、知事部局、一般行政職との人事交流を図り、多様な人材による幅広い観点から教育行政を執行できる体制を構築を目指してはいかがでしょうか、以上ですありがとうございました。あああののの今そういういい委員等ごご意見もございました特にに東日本大震災を機に あるいはその福島の問題も含めて、福島原発の問題も含めて、防災教育のあり方、危機管理のあり方というのは、まさに教育の現場で問われているんだろうと思います。そういうことと同時に、かつ先ほど来、教育長の方から、逆に教員の方々のキャリアアアップの一環も含めてなんでしょうけれども、あるいは教員の持っている資質を活用するというふうなことを含めて、 知事部局の方でで家内の方があの活躍をされているという話もございましたが、やっぱり教育現場の比弊をもたらしては困るのであって、そういう観点から、いわゆるあのこの10ページに上がっております,です、ね、教育事務職の方々をどうそのキャリアアップを図っていくかというのも重要な問題だろうと思います。えー、そういういことも含めながらです、ね、少し あのこの問題を掘り下げてくださるとありがたいんです今まであのほとんどです、ね、教員と職員とで、職員といった場合には特に差別なくです、ね、事務局からの方々、並びにいわゆる教育事務職の人も同時に同じテーブルの上で議論されているわけですけど、静岡県教育委員会の事務局にはです、ね、教育事務職の方がいわゆるプロパーとしていらっしゃるわけであって、 そういう方々をどうキャリアアップを図っていくかっていうのはやはり戦力として極めて重要だろうと思います。そういう観点からですね、少しあの教委長いかがでしょうか。そうですね。あのあのその中で例えば防災問題もね、いろいろと防災教育をどうするかっていうのは、やっぱりそういうプロパーをどうするかっていうのは、現有の教員を今先ほど今おっしゃったような教種 教員だけじゃなくて教職員の人材育成と、こうおっしゃられていました、そういうふうな観点からの人材養成という大きい枠組みの中も含めながら、別に教育養成の教育事務職の人は、ちょっとこの分野は違うのかもしれませんが、他方だけど、防災問題については、そういう観点から防災教育の在り方を習熟された方も当然、専門行政官としてはいらっしゃる可能性もあろうと思いますので、そういう観点も含めて。 ご意見等今後の方針持っても結構ですけど私は先ほど、あの知事部局に54人の教員が行っている、まあ、それも含めてあの検討しなければいけないというお話し,しましたけれども、この54人の中には、えー、と県内の4つの、まあ、危機管理局というんでしょうか、かもと東部と中部と西部に、あの危機管理局が置かれてますけれども、そこにですね、あの教員が行っておりますで、そういう教員はまた学校に戻って、いわゆる危機管理、あるいはあの地震防災についてのですね、 そういうノウハウをまた学校に戻って、近隣の学校にフィードバックしていくというか、広めていくという、そういうシステムは私は非常にありがたいなというふうに思っております。そういう意味では、ちょっと話がずれちゃうかもしれませんけれども、人数うぬんということよりも、これからの静岡県の教育を考えたときに、どの職で、どういう形で教員に経験させることが、将来的に静岡県の学校教育、 にとっていいのか、あるいは社会教育にとっていいのか、教育行政にとっていいのかということを考えることが、少し長い目で考えることが必要なのではないかなと、そういう中で人数がもし必要ならば、ひょっとしたらまあこれ以上、もっと多く教員を派遣するということも大事になってくるのかなというふうに思っています。 どういう職の方をどういうところにつけるかということですけれども、これは今、すぐにこういうところにということは、なかなか申し上げられないわけですけれども、先ほどの回答と繰り返しになるかもしれませんけれども、今一度やはり、一つ一つのポスト、特に管理職ポストについては、教員がいいのか、知事部局か、教育事務かということをです、ね、一つ一つ洗い直していく必要があるかなというふうに思いますし、またよく言われるように、職が人を育てると、ポストが人を育てるということもございますので、 戦略的にあえてここは、例えば教育事務の方をポストとして持ってきた方が、将来的に学校の事務室も含めて、教育事務の方々の支出向上にです、ね、よりつながっていくということであれば、そういうような戦略的なこともやっていく必要があるのかなというふうに思っております。以上であありります、えっと、ここの2人はとえず <coughs> 冒頭申し上げましたように <coughs>、2時間ということで、15時半まであの継続させていただいて、10分間、ブレイクをしたいと思います。えー、っと <coughs>、いろいろとご質問が、ご意見が出てあの、ご回答もいただいてるんですけど、委員の方々の方からございますか西田、教育長お三方の,その経歴。<coughs> おそらくわた私が住んでいる多治見の教育委員会もそうですが、えー、ほとんどの,あの教育委員会へ出あの行っている教員の方というのは、あの要するにエリートコースとしてです、ね、ぐるぐる回って見えるわけですよね。 特定の人だけがそこの場を、あの行政に来て、仕事をして、またワンランク上がって、それでまた事務,事務局へ行ってですね、というようなことを繰り返している人の塊が、どうもこの教育委員会の実態なんですね、事務局の。ですから、ここで経験をして、 えー、それを現場で生かすなんて話ではなどうもなさそうなんですね。ですから、えー、要するにエリートコースの,あのポストいくつあるかという、そういう話だと思います。で、そこをどういうふうに考えてみるのか、あるいは逆に教育委員の皆さんに <laughs> ご質問しますけれども、おそらくそれ、こう先ほど、 議論が出ているのを見直しをしろというのはですね、教育委員会のあるいはチェックをしろということはあの皆さん方の仕事だろうというの思うんですね。ですからぜひ、えー、教育委員会の会議で、えー、教員の派遣の問題についてどういうふうに考えるかっていうのを議論してもらいたいというのがあの私のあの。 発言の趣旨なんですが、まあ、そういうそのこともあって、えー、特にあの教育、あと今、教育長の話は出てませんけれども、教育長が例えば、今まで教員ばかりだったわけですが、例えば教育次長を、えー、教育バタの人と行政バタの人というような形で配置してですね、えー、そうすると教育長は、まああの どういう方でも本当にあの力のある人を持ってくるということも選択がしやすくなるんじゃないかという,ふうに思うので、その組織の改,改正というか、改変も含めてです、ね、ぜひ教育委員会で議論をしていただきたいというふうに思いますが、どうでしょうか。加藤 <laughs> 今あの組織とあ,のあ,あり方ですかねあの会社の場合はどうであるかっていう話が最初に出ましたけれども、まあ、私の,あの経営してきた中で考えてることっていうのはですから、えー、教職を取ってきたからその人はあの教職しかできないわけじゃなくてそれなりの経験を踏ませて教育をすれば 教育以外のことでもでもきるそうでないとですね民間の企業の場合ですとですね、えー、業務転換するごとに人を切らなきゃいけなくなるわけですそんなことをしなくても乗り切ってるというのは社員はそれなりに教育すれば新しい環境に適応できるというそういう考えがあるからですねそれからもう一つ、えー、人を入れ替える場合に一番入れ替えやすいのはですね実は社長なんですね社長が 今日いなくなっても、別の社長が来てもですね、翌日困ることはありません。これは取締役でも同じです。これ、なんかここに市長さん、元市長さんとかそういう方がいるんで申し訳ないんですけれども、市長も選挙で落ちたらですね、次の時に別の市長が来てもですね、全然困らない。これが組織の基本なんですね。ですから上の人ほどあの変えても現場は困らない。 とということなんですねですからここで例えば組織を活性化しようっていう我々の意図があるんであれば今あの西澤さんからこうご指摘があったんでそうするとですね現場で変え難い人っているわけなんでその人を変えるわけにはいきませんけれどもあの管理職になる知っいる方だとかあるいは非常にあの重要なポジションだと思われてるところを変えるということは 私はやすすいいと思いますそれは一時の混乱はありますけれども1、えー、週間もすればですねそれなりに組織は動き始めますというのがあの組織の基本的な在り方じゃないかと思いますただトップが変わるとですね1年2年3年というその長い間にはですね組織の在り方だとかそれから人の見方だとか運営の仕方が変わってくるんで 徐々には変わってきますだけど目先はですね、校長が変わろうと、教育長が変わろうと、全然組織は困らないし、動くはずです、それがあの組織だなというふうに私は考えてますんで、変える必要があるかどうかっていうのは、あの委員の皆さんで議論をさせていただきますけれども、そんなに難しいことではないという認識を持ってます。えっとあの のこの時代の中で、ですねあのどちらかというと、話があの <coughs> 教育庁の人材像とか、そういう観点についてはほとんど触れられておりません、それで、あのそ,のそういう観点も含めて、ですね少し話題を広げていただいても結構でございます。あのそういうい意味ではあの先ほどの あの事務局から披露していただきました、あの新倉さんの意見は、教育庁の人材像とかその、そのあたりについては触れられておりませんので、ちょっと追加的にお願いいたします。 それではですね。あの座長の方からのご指示もございましたので、その部分をあの読み上げます。うん、えとですね。教育研究員事務局組織体制です。とか、教育長の人材像についてのご意見です。戦後設置された教育委員会制度における教育長は委員会に付随付属する。本来の事務局長であったものが。 昭和31年改正で、現行政職の特別職にすることができなかった設置案として、教育委員との兼務となった経緯があります。現行法では、教育委員会の補佐役として位置づけられている以上、所管部門を横断的に束ねる必要がありますが、あまりにも広範囲にわたるため、各部門に部局長を設けるなど、現行の組織体制を強化するとともに、検討事項1で言及しました市町村支援に特化した部署の設置も含めて、目的達成のために最適な組織に再編する方向で改善する予定 があるように考えますまた教育長は教育委員として教育委員長等との教育行政の方向性を検討し知事との連絡交渉を行いその実現の舵取りとして事務局を指揮する重要な職務を担っています本県教育行政のマネージャーとして教育職経験者にこだわらず幅広な対象の中から最適任者が選任されることが望まれますありがとうございました あの今のようなあの意見もあります、それらも踏まえて、あの各委員のほうからですね、えー、その他追加的にご意見等があればと思います、ただ、あの前段のところの組織論の話はあの、こんなにも変わってないのかということと、同時に、やはり教育という長い目で見たときに、変わらないようなものは当然あってしかるべきだろうと、こういうふうなご意見もいろいろとあったと思います。 多分あのなんか形の上で意見は違うように見えますけれども、おその両方の意見とも同じことをおっしゃってるのかなと、こう思いましてね、やはりあの教育の実を上げるために必要な、そういう組織を希求していくことに尽きるというふうなことではないかと思って、それが多分鈴木誠委員の方からは、長い経験と歴史で、今の組織っていうのは構築されてきたんだろうと、こういうふうなことだろうと思います。 で今ある組織の中で、やはり新しく起こってきたいろんな諸問題を解決できないものがあるとしたら、当然フレキシブルにそれに対応していくことが必要であって、そういうものがもう顕在化してきてるんじゃないかというのが、あの中尾委員だとか、岡野委員のご指摘だったと思いましてね、多分ぶん、思いは同じだろうと思いますけれども、<laughs> あのまあ、それらを踏まえてですね、 あの組織論の話はかなり進んできたんですけれどお、やっぱり現下の問題に対応していく上で必要なあのいわゆる教育現場のトップである教育長お、さらには教育次長の果たす役割とかいうふうな観点から、ですねあのいろんな議論の掘り下げが行われるとありがたいと思います。ど <laughs> どうぞ中尾委員まあこれあの大阪の例なんですけども まあ教育庁の仕事をも見てますと、もうこれ、非常には後半多岐にわたってると、やはり一つは、やっぱり知事とやっぱり連携して、これ、これからあの予算の配分というんですかね、ここのところはやっぱり大きな問題になってくると思います、それから議会対応がありますね、もう一つはその学校現場とのいろんな調整があると、そうなってくると、やはり教育次長というのは、大阪の場合は、ああ教員系の人と行政系の人と 2, つ分かれ2人いるんですけれども、うまく機能しているように、 まあ感じてそれ、はい、ともう一つですね、先ほど、のこの教育事務の方ですね、この方は学校に入って事務事務、事務部長とか、事務長とかな,なるんですか、ね、であの私はね、ここのところがね、あのちょっと静岡県としての特殊な形かなと思ってるんですよ。<laughs> で今やっぱ大事なことは、学校現場でもう教,員も教,教員の方はものすごくやっぱ多忙感ですよ、いろんなことがあって。で、私はあの校長としてやってきましたけども、その時にね、事務の人に教員は政党と対応すると、うんあのー、先生しかできない仕事は先生、で先生以外の人もできる仕事はもう全部事務、というとはっきり分けたんですよ。 でもどんどんね、やっぱりそちらの方に持っていくようにしないと、先生方はいろんなことが出てきます、ですから、その事務的なことっていうのは、もう極力、やっぱりこういうような事務のね、教育事務の方ですか、いうところにお願いして、ですね教職員の多忙感というのをやっぱりなくしてあげるべきじゃないかなというふうに思いますありがとうございました。 あの私、わざわざあの先ほど、法律の19条の4項を挙げてご説明を申し上げましたのは、この中でいっぱい重要なのは、先ほどまあ申し上げちょっと資料なしでいらっしゃる方、多いので、改めて申し上げますと、教育に関し、執権を有し、かつ学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項について、教養と経験があるものでなければならないという。 この中ででなならないとこう規定されてるんです教養とかそういう執権とかいうのは皆さん方をお持ちだとしても経験がなきゃいけないとしたらその経験を持ってる人でないとダメだっていうことで現場の教員の方々を指導者に充てるというのが実態なんですよね。問題はそうするとですね現下の社会的な状況から見ていろんな意味で職中途採用でですね優位な人を採用して こういう教育行政のですねあのいわゆる教育事務職にあてかつそういう人が指導主事に上がっていく道っていうのは当然開かれておかしくないと思うんですよねですからあの指導主事が教員でなければならないというふうなことではなくてですねそういう教育事務職の人をもっとこうい,いろんな意味で広く考えてですね 教育事務の人が今、中尾委員がおっしゃられたように、まさに教育を支えていくような組織づくりの中で、コアパーソンとして生きていく、活動できるような、そういう組織事務局を、ですね事務局の体制というものも考えていくのは、ですね私はありうるだろうと思うんですけどね、そういう意味であのこれまでの規定概念にはと,とらわれずにあの、いろんな意味での優位な人材の活用の問題とか、かつ、 やは鈴木委員おっしゃいましたように、教育の現場がね、非常に苦労されているとしたら、むしろ現場に手こ入れをする観点から、教員、教員はできるだけ現場に配置をする、そういう配慮をしながら、ですね教員の方々のキャリアアップというふうなことのみならず、先ほど教育長は、教員の方々のキャリアアップの話をおっしゃられたんですけど、やはりむしろ教育行政に携わる、あの <laughs> いわゆる知事部局の職員、並びに教育事務職の職員の方々のキャリアアップという観点も含めながらです、ね、そういうその教育行政事務のパワーアップをどうするかという観点から、あのいろんな意味での問題が進んでくると、とっても私はありがたいと、こう期待してるんですけれど、教育省、ご意見をいただければありがたいと思います。で加ええててそれらをを踏まえて教育委員のの方々のご意見を頂戴できると おありがたいいと思いますあの、まあ、考え方が少し私、硬いかなというふうに思うんですけど、やはり指導主事というのは今、今、座長さん、あの <coughs> 読んでいただきましたけど、まあ、学校における教育課程、あるいは学習指導、まあ、その他、学校教育に関する専門的なということになりますと、やはり学校で,です、ね、教壇に立って子どもたちと授業をやるっていうやっぱり経験は私は必要かなというふうに思います。 そういう意味では、あ,のある課のある担当が、私はどちらかというと、指導主事というあの役職ではなくて、他のいわゆる行政職のですね、えーまあ、先ほど、主査というのを話しましたけど、そういうようなあの役職で、例えば教育行政の企画立案を担うというような形で、私はあくまでも指導主事というのは、やはりあの教員で、えー やっってていいいくべきではないかなかとううふうに思っておりますでそういう中で、また繰り返しになりますけど、やはり知事部局、教育事務、教員のバランスというか、そういうものをやっぱり取りながら、今一度、教育行政、教育委員会事務局、これは先ほど、あすなの位置づけというのが出先かになっていて、どうなのかというようなお話もありましたので、その辺の、 えー、事務局の取り扱い、あるいは出先機関としての、教育機関としての取り扱いというか、その辺の位置づけも含めて、えー、もう一度全体をやはり見直していく必要があるのかなというふうに考えております。ですからあの、職というよりも、どういう仕事をするかというところで、まあ、言ってみれば指導主事なのか、主なのか、主観なのかという、主任なのかというのがこうついてくるのかなというような、そんなあのあの感じで。 私はおります今の点、ちょっと補足しますとね、私は教員で、教育経験のない人では法律上だめなんですよ、したがって、そういう人をと申し上げたのであって、中途採用の道もあるだろうと、こう申し上げたんですよね、それで中途採用というのはどういうことかというと、その人を教員として採用するんじゃなくて、教育事務職として採用する道もあるだろうと。 で最近、NHK のテレビで,です、ね、フィンランドのいろんな意味での取り組みの話が出ておりました男女共同参画社会の実現とかいうことでそれであのむしろやっぱり子育ての時期はあの家庭に戻ってしかしそういう方がもう一度職場に戻れるようなあるいはその継続できるような社会制度設計を作っていくことが必要だろうとこういうふうな話が出ているわけですよね。特にに我が国が国今少子高齢化時代に 入っていて、男女共同参画社会の実現のためのいろんな努力をとこう。期待していること声はあるんですけど、現場ではですね。なかなかそうは言っても大変な実態があるわけでございます。で、やっぱりそういう能力のあった人が家庭に入りながらもなお。もう一度教育のコミュニティに戻れるような時に、途端に教育の現場ではなくて。 そういういこれはという人がいらっしゃったら教育事務職で活動していただいて教育のむしろ今まで全然違った切り口で見えなかったものをですね教育の現場に反映させていただくようなそういう取り組みもねやはりこれからの時代はあっていいんだろうとそういう意味では私はそれは単なる一例かもしれませんけれどあまり固定概念にはとらわれずに法令に反しないような形で実効的な教育の実を上げる工夫をね やはり教育の現場で工夫されたらいかがかと、こう申し上げたものです、もう世の中に至るところで,です、ねあの、いわゆる中途採用という、そういう意味での経験者を中途採用するような制度設計がめあの大胆に入り込んでますので、優位な人材の社会活用というふうな観点で取り組んだらと、そういう提案でございましたので、あの教育委員の方々教育委員の溝口でございます。 えーまあ、組織の在り方については、もう論点が見えてきたと思うんですけど、私、あのタンジ院がおっしゃった現場で、やっぱり教育、先生がやはりまあ、不足してて、疲弊している中、やはり現場が一番動きやすい組織を作るというのが大事であって。その キャリアアップというのは、その次でうまくまとめることであって、一番現場をやっぱり円滑にするための組織が一番の組織のあり方の論点ではないかと思います、それを思うと、教育長に関しても、教育経験があろうが、教育経験がなかろうが、一番ふさわしい人を私は選べばいいのではないかと思います。 その中でその自分の身を切る思いで発言させていただきますけれども、今安倍委員から、安倍教育長からもあありまあのご指摘がありましたけどご提案がありましたけれども、出,あの出向機関、教育機関のところで、私が勤務している静岡文化芸術大学が入っていると思います。あのの、まあ、大学の期間に教員が 来ていいるととうことで、えー、私どもにとっては非常にあの、まあ、仕事ができる方々がいてです、ねえー、学生指導、えーまあ、入試等においてです、ね、非常に即戦力とはなっているんですけれども現場がやっぱり不足している本来のある自分の現場でご活躍してキャリアアップしていくっていうことが、えー、本来はいいんではないかなと私はこれは個人的に え思います、えー、岡野委員もご指摘があったところだと思うんですけども出先機関とかも含めてそのやっぱりいたずらにあの派遣するキャリアアップという名目でするんではなくて、えー、現場が一番現場が動きやすい先生が一番あの働きやすくそしてモチベーションも上がっていくようなインセンティブのこう考えた上でですね組織のあり方を検討して 欲しいと言って欲しい行っていかなければいけないと思います。あの三十分を過ぎておりまして、えっ、ー、と休憩十分という予定だったんでできるだけ、えー、長い時間でなしに延長にしたいと思います。あのほんの少々だけ恐縮、じゃあほんの少々、えー、いたします。えー、指導指示が教員でどうかということに関してよりもですね、あの県教員のあの事務局の ことですけれども、まああの、2つあると思います、まあ、日常的に、まあ、私が、えー、感じていることをちょっと、忌憚なく申し上げたいと思います。1つはです、ねえー、子どもたちにとって何が一番いいかという視点で、えー、必ず考えなきゃいけないと、そのためにどのように教育行政を行っていくかという。 えー、それは非常に大きな問題でございまして非常に大きな知見専門的知見が、えー、必要になりますで、えー、一つ、えーま、あの専門的知見が、えー、日常的にもういろんなことに関していろいろな例えば教科目に関しても えー、いろいろな、えー、出版のことに関しても、えーまあ、語弊がありますけれども、えー、大学院レベルの、あるいは博士レベルの、えー、知見が、えー、教育委員会には、えー、全員でなくても、えー、そういう方が人材として日常的に、えー、存在するということが必要でございます。 とあと、えー、もう一つ、えー、どのようにこう変えていくかと、えー、喫緊の課題に対して迅速にということですけれども、迅速に変えるっていうのは、非常に、えー、言うわやすいんですが、非常に。えー えー、大変な大変なというか、えー、起点がいることそれから非常に柔軟なとら、えー、われない考え方が必要になりますで現実にもうこの現場現場じゃなくて組織が事務局という組織がある中でその中でどのようにその喫緊の課題に対処する方策っていうのを、えー、たちまちのうちにこう考えるっていう。 能力が必要とされています。ですので、そのように、まあ、あの教員であるか、あるかっていうことは。まあ、あの。二次的なものとして、そのような。二つの能力は欠かせないというふうに、私は感じております。ありがとうございました。あのー。 2時間過ぎておりますそれでこの場においてでで今日全部で7人とおっしゃったんですか人ですかあ、7人ですか7人のオブザーバーの方おいででございますがご意見とかあのご質問とか何かございましたらお出しいただけますか急に振られたようでしたらあのその次の次の議題の冒頭にですね あの今のご質問をもう一回振らせていただきますのでそれまでお考えいただけますでしょうかそれではここであの恐縮でございますがブレイクをさせていただきます、えー、と恐縮です皆さん方も二時間大変だったと思いますので十分間ブレイクいたしますであの今日この時間ですから四十八分に再開いたしますよろしくお願いいたします